ブラスの好きな旅客機ベスト5。どんな男が好きって言われたら、うん、なんか旅客機みたいな男がいいって。お尻も赤くて可愛い。え、それは塗装そんな関係ないね、赤さ。そうじゃない、形を見てほしいのよ。すいませんみたいな、助けてくださいみたいな。どう思ってんのかな。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズですということでね、いつもはね、相方のね、アレちゃんとね、一緒に動画撮らせていただいてるんやけども、ちょっとなかなかスケジュールが最近ありがたいことに、お互いがね、本業の方が忙しいということで、会わないということで、もう全然動画更新できひんから、一人一人でも撮っていこうかということで、今日はマネージャーのエリナちゃんに来ていただいて、エリナちゃんと一緒に動画撮っていこうっていうことやねんけど、はい、何撮んの？まだ動画で話してないこととかある？ないよ、もう。本当？喋り尽くしたもの全部。もうなんか元あるな、自分のもう持ってる素材っていうものはもう全部絞り出して、今もうほんまに乾燥わかめみたいな状態。例えば、なんか自分がまだ言ってない好きなことがあるとか、趣味とか。俺あれ好き、ずっと言ってないけど、うん、飛行機。飛行機が好き？旅客機。旅客機、それ初耳だよ。初耳？うん、言ってないんじゃない？でもさ、知ってる？全然詳しくない。俺はあの、うん、いつも飛行機乗るときどこのメーカーかっていうので調べんねん、いつも。メーカー？飛行機のメーカー、型番、どの型番の飛行機なんかっていうの。型番？そう、航空会社よりも俺にとってはもうどの型番でどの飛行機なのかっていうのがいつも大事やから、旅行行くとき絶対それ見る。いないよね、そんな人型番見る人。うん、まあ、型番っていうかメーカーって知ってる？例えば？もう世界で今一番シェアを占めてるのは、うん、ボーイングっていうとこやねんけど、聞いたことない？あるような、ないような。もうちゃんとして。ごめんなさい。ちゃんとみんな乗るときにちゃんと見てほしい。例えば B 何何何とか A 何何何とかって。確かにチケットに書いてあるね。書いてるよ、ちゃんと。あれ、そういう意味か。あれ調べたら、ほんまあれ一つの飛行機をさ、うん、例えばそれの改良版だったりとか、ものすごい時間をかけて開発してる素晴らしいものなのよ。あれにみんな命かけて開発してるから、うんうんうん、その歴史とか調べてみてほしいなと思う。なるほどね、歴史か。で、世界で今8割ぐらい、もう旅客機に限って言ったらもっとかもしれへんけど、うん、もうシェアを占めてるのはアメリカのボーイング社とフランスのエアバスっていうメーカー、もうほぼほぼこれを占めてる。へー。日本人が乗るのはもう大体これ。他にも例えばアメリカやったらロッキード・マーティンとか、ロシアやったらツポレフとかイリューシンとか、いろんなメーカーがあるねんけども、8割ぐらいはこのエアバスかボーイングか。ほんで拮抗して競いやってるって。あ、じゃあもう世界トップ2。そう、どっち派？どっち派よ。どっち派？もう考えたことないけど、違いが分からないから。え、俺どっち派やと思う？ボーイング。ブーブー、全然あかんな。違う、俺のこと分かってへんな。ごめんなさい。俺はエアバスが好き。エアバス？違いは説明できますか、ちなみに。飛行機ってすごいマニアの方がいっぱいおるから、うん、そんな偉そうなことはもちろん語られへんねんけど、うん、まあ違いはあります。思想がちゃうねん、ちょっと。ボーイングとエアバスの考え方がちゃうねん。もうコックピットとか見てもらったらもうまず分かんねんけど、うん、もうボーイングってコックピットも機械だらけみたいな。何この調節するやつとか、もうブワーッ、うん、もう機械だらけ。で、エアバスはどっちかというとすごいシンプル。へー。操縦とかしやすいかも。操縦するそう。それはないから。いや、操縦するつもりじゃん。いや、まあそれはパイロットがどっちが好きとかはあると思うから、それは好き嫌いはパイロットさんに任したいねんけど、やっぱ乗る側としてはそのボーイング社とエアバス社っていうのはちゃんとそれぞれの思想を把握した上で、うん、みんな飛行機選んでほしいなって思う。これみんな多分知らないんじゃないかな。あのな、ボーイングっていうのは、うん、いざ何か緊急事態っていう時に、うんうんうん、最後の最後は、うん、人の手、人の手、パイロットに任せる。これがボーイングのやり方、うん、例えばね、今の飛行機の状態を測ったりする機械みたいなのが前についてんねん、うん、でそれが2つついてんねんけど、もうそれが万が一にも2つ固まってるかもしれへんや、うん、そうなった時に飛行機の機械が自分で、ああ分からへんわってなって、うん、変な操縦をしてしまうんじゃないかとか、うん、最後の最後はもうパイロットが窓を見ながらもう自分で操縦して何とかするっていう、最後は人の手にした方が安全なんじゃないかって、まだまだ機械っていうのは発展途上なんじゃないかっていうのが多分ボーイングの考え方で、はいはい、でエアバスは逆、結局
はなんだかんだ言って人が誤りをすんねん。いろんなこれまでの事故を見てきたけども、うん、人為的ミスによる事故がやっぱり多いっていうので、うん、最後の最後は機械に任せてしまった方が安全なんじゃないかって。いや、真逆だね。じゃあ本当にそうで、どっちが正しいとかないねん。ほー、あの最後の人の手に全部任してしまってたら墜落せんかったのにっていう過去の事故の事例もあれば、逆にパイロットのこの勘違いさえなければ墜落せんかったのにみたいな事故もあって、まあ事故自体はすごい少ないねんけどな、今この時代って。でもどっちが正しいかっていうのがもう決まってないから、もうこれは乗る側がちゃんと意思決定をしていかなければな。これ永遠の課題だね。そうやね、人間か人間か機械か。そう、ちなみにどっか、だからエアバスや言うてんの、機械を信じるというか。そう、俺は人を信頼できない。言い切った、言い切ったね、うん、だって人だってよくよく考えたら脳みそだって機械みたいなもんだからね。脳みそが故障するかも分かんないでしょ。まあ確かに確かにそういうことだよね。そう、うん、日本やって昔、うん、羽田沖で飛行機が墜落した事件があんねんけど、うんうん、着陸した後って、うん、飛行機って基本的に前しか動かへんねんけど、着陸する時だけスピードを沈めるためにこう回ってるエンジンを逆噴射させて、それで止めるっていうのはやんねんけど、飛んでる間にやったらあかんのに、うん、飛んでる間に逆噴射させて羽田沖に墜落してもたっていう死者がいっぱい出た事故が、うんうん、もうそれもなんかもうパイロットがおかしくなってしまって、うん、あでも人間を信じられない。そう、だから怖いのよ人間。最後は俺は絶対やっぱ機械を信用したいなって思ってるから、俺はいつも乗るときこれエアバスかボーイングかって見て、でボーイングやったらパイロットのなんとか窓から見る。人見るな。どんな人が乗ってるんだろう。放送とかかかったら英語とかうまいか聞く。全然わからへんけど。英語わかんないよ。じゃあブラスの好きな旅客機ベスト5。イエーイ。大丈夫これ成立する。成立する、よかった、うん、にわかとして私が好きな飛行機のベスト5な、はい、じゃあ第5位はボーイング747。難しい。イエーイ。ちょっとちょっと見てほしいね。お尻が赤くて可愛い。え、それは塗装そんな関係ないね。赤さそうじゃない、形を見てほしいのよ。形まず見て、うん、エンジンが4個積んであるでしょう。うん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 、4個っていうのはね、もうね、うん、今はね、あんまないの。今はもう2個が主流、4個もいらないっていうことで、もうこれはね、世界で初めてのジャンボジェット、ジャンボでしょ。見て、だって2階建てになってんねん。上半分ぐらい、めちゃくちゃ大きい。珍しいわそれは。そう、いやでもね、これはね、日本もね、あんまりバカにできひんねんけど、うん、政府専用機って今はボーイング777って言ってちょっとちっちゃくなったんやけども、うんうんうん、それが2機あんねんけど、うん、1個前の日本の政府専用機っていうのがボーイング747型機やって、うん、ちなみにそれは今でも乗れるの、どこかで。日本も最近まであったねんけど、今はなくなったと思う、日本で乗れるやつは。でも世界的には飛んでるよ。チャイナエアラインとか、あと大韓航空とか、あとなんならエアフォースワン、アメリカの大統領のやつね、はいはいはい、すごいのよ。電磁パルスとかも避けれるし、すごい機能。そう、エアフォースワンだけな。でもエアフォースワンは2024年からまたリニューアルされて、それもでもまたな、ボーイング747やね。楽しみだね。そう、じゃあまあ第4位いくか。第4位、まあお気づきの通り私はビッグなサイズが好きというところで、はい、よく存じてます。もうできるだけでかい、できるだけド迫力なもの、やっぱロシア人としてはそういう精神があるわけで、はい、第4位は今世界で多分一番でかい旅客機かな、うん、A380。でかっ、すっごいの見て。2階建てっつってもさっきのねボーイング747は上の部分がちょっとだけやったやんか、うん、もう完璧に2階建て。ほんでな、うん、ちょっと中身を見てほしいねん。まあ内装っていうのは航空会社によって全然変わんねんけど、うん、もうな、航空会社によってはバーがあったりシャワーとかがついてたり、もうホテルになってるわけよ。これは乗ってみたい。これは今全日空とかも保有してる機材やから、俺いつか乗ってみたい。もう巨大で巨大で、窓からね見てみてくださいって、その翼をもうっていう、すごい、ほんとすごいよ。全然関係ないねんけど、その貨物機も言っていいんであれば、うん、ベルーガっていうのもあんねん。エアバスの300の 600ST のやつやねんけど、こちら。なにこれ、すごくない。これ考えてる人すごい、ね、すごいよね。こんなのが空さ飛んでったらさ、うわーって大興奮よこれ。
これ。そう、まあそんな感じです。okay. もう3位と2位はもう連続しています。はい。ボーイング737でございます。これはもう一番売れてる、一番もうね、もう燃費もちょうどいいし、サイズもちょうどいいし、まあよくモテる男ですよ。サイズって言わないよ。サイズよ。サイズがいいのよ、サイズが。でもそれにも俺は、ちょっとね、1万機近く発注はね、少ないんだけども、うん、まあやっぱりエアバス派ということで、第2位が A320。ちょっとね、違いがわからんと思うねんけど、うん、これがボーイング737。一番世界で売れてる飛行機。あ、でもなんか、これよく見るやつかな。そう、絶対乗ったことあると思う。ね、よく乗るやつ。うんうんうん、ほんで、これが第2位の A320。もうちょっとスマートになった違うね、ちょっとだけ長い機体が。そこよりも見てほしいのは、顔丸くて可愛くない？あ、可愛い可愛い。可愛いのよ、こっちの方が圧倒的に。こっちはなんかもう、なんかまあ可愛くないこともないけど、うん、まだちょっと垢抜けてない。垢抜けてないの、垢抜けてないの全然。いや、垢抜けてんねんで、こっちのこっちのが経験人数多いみたいな。経験人数多いねんけど、だからもうド肉食って感じで、エアバスの方はちょっと丸くて控えめな装飾を装ってるけど、相当食ってるよって。これ何の話だっけ、これ飛行機の話。では、流行る第1位は何でしょうか。第1位は、うん、ツポレフ154、こちらになります。かっこいい。後ろにね、エンジンがついてるパターン。結構長くてスマートな感じだね。そう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 。でもこれな、多分世界で一番墜落してる飛行機かな。本当に。なぜこのツポレフ154にしたかというと、はい、私が生まれて初めて乗った飛行機、かつ日本に初めて来た日に乗った飛行機がこのツポレフ154だったんですよ。あー、なるほどね。思い出の飛行機なんだ、これが。これね、すごくて、最近日本に来ることないんだけど、うん、昔日本の空港とかに来たりすると音が違うのも、やっぱりね、欧米諸国の飛行機とは音が違って、うん、欧米諸国だと、うん、ふーふーくーみたいな音が、うんうん、違うね、なんかスーみたいな音するソプラノそう、ソプラノやねん、すごくなんか変な音すんねん、そう。ほんでな、おもろいねん、これが飛び立っていくの見るやろ、うん、黒煙吐くねん、黒煙え、そう、これこうやってね、なんかね、黒煙吐くのよ。ほんとだ。でも中めっちゃボロいねん、めっちゃもう古いから、もう取っ手とか外れんねん、この辺のほど。やばいんじゃない？大丈夫？バシャーっつって。でも俺そんなもんやと思って。エアコンも効かへん、全然。エアコン効かへんから、空飛んだら効くねんけど、地上におるとき効かへんから、もうロシア人みんな怒ってずっと、エアコンが効いてへんっつって。ほんとロシアやから、もう遅れんねん、めちゃくちゃ。はい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 、出発も2時間遅れとか全然よくある話で。何なのよとかって言いながら、もうみんなこんなこんなして想像つくわ。やっぱずっと向こうの飛行機しか知らんから最初、うん、だからそんなもんなんやなって、飛行機って思ってたから何とも思ってないけど、はい、新潟に着いて新潟で乗り換えた飛行機がボーイングの飛行機やったんけど、うん、あまりにも日本のサービスの良さ、飛行機の素晴らしさ、あと滑走路が平らなの、普通じゃないのそれ。ロシアの場合は平らじゃなくて、飛行機に乗っても、うん、着陸するやん、うん、そしたら、うん、ドンめっちゃ怖い。そうそうそう、よく生きてきたね。どうですか。あ、でもすごい興味湧いてきた。本当本当に可愛く見えてこない。可愛く見えてきた。俺もそう、なんか可愛いっていうのが何よりなの。車とか見ても全然可愛いなって思わへんけど、飛行機はね、顔がわかるさ、うん、どうした急に小声になって。ペニスと思ってんのかな。そうだね、なんかちょっと待って、空飛ぶペニスみたいな。そう、違う。まあなんか旅客機いろんなものがあるからな、なんかぜひいろいろみんな見て、なんか毎回こう自分が乗ってる旅客機ってどこのやつなんやろなとか、あと生産終了してから何年ぐらい経ってるから、どんなに若くてもこの機体は何年前に買ったやつだなとか、いろいろ見れるから、次に乗るとき見てみようと思った。見て見て、もう全然表情ちゃう。ただこれはペニスではない。ペニスがよ、こんなもの。ペニス、ペニス、本当にそう、ありがとうございます、いろんな情報も。ぜひ頑張って調べてみてください。ね、てかツポレフ154って、あともう一つ面白くて、うん、懐かしいんだけど、ソ連製の飛行機って、うん、旅客機でも、うん、いつでも軍用に転向できるようにしてて、うん、要は貨物用に変えれるように、
だから座席とかかな、チャッチく見えんねんけど、座席って普通さ、うん、リクライニングってこう倒れるやん、うんうん、こう倒れるやん、うん、ロシアのちゃうねん、こう倒れるだけちゃうねん、これも倒れんねんけど、うん、こうなんねん、なんか、あ、前も前に完璧に倒れて、うん、要はこの座席が全部フラットになって、そこに荷物をいつでもバッていきなり入れれるように急に戦時中とかになった時に、だからな、よくジジイとかがな、操作方法わからんくて、うん、こうリクライニングしようとして、ほんでカーッみたいな、めっちゃ面白くないすいませんみたいな、助けてくださいみたいな、なることよくあって、そしたら怖いスチュワーデスさんがやってきてまたやりよったって以上です現場からお送りいたしました。ありがとうございました。